ピッツでで紫の夜を越えてでしたメール来ております。はい。ラジオネーム、マリンバッハ。先週、うん、岩井さんが出た、ジェーンスー、生活は踊る、聞きました。はい、深夜の岩井さんから想像ができない、お昼のほのぼののり弁トークを楽しませていただきました。うん、あの放送を聞いてから岩井さんが紹介したのり弁を買っちゃいました。ああかなり美味しかったんですが、私の金銭感覚からすると、のり弁に1000円はなかなか出すのに勇気がいりました。澤部さん、のり弁に1000円を出せますかあー、そう。 あの、ジェンスーさん。生活はドルってラジオに出させてもらって TBS のはい。そう。一のやって、あの、九段下のところののり弁専門店があるんですけど、そこのね、のり弁が今写真あるけど、これが、この間学園に入ってて、俺な食ったことあんな。マジでこれだって、去年の7月にできたんだよ、ここ。あ、じゃあ違うとこかななんだよ。そー、怖いなんだよ、お前。ちょっと。 本当マジでそういうの勘弁してそんな顔しないでよ。いやでも俺食ったことあるかもしれない。ん本当に本当に。いやでもこれ7月にできたんだよ、去年の。だから違うかもしれない。んおい。でも、アクリル板、こうやって突き刺してのろ手を。そんな能力ないでしょ、徳の兄みたいな。その俺この、でも見たことあるわ、このなんか、裏、裏、蓋開けた裏拍子にこう、素材のね、説明がブワーって書いてある。うでもこれだから相当こだわってんだよ。 うまそうだね。去年7月にできたところね。一のや。そう。いや、これがまたね、あの、全部うまいのおかずが。もう、一番下に海苔が敷いてあんの。はい。一番下だよ。はい。一番下に海苔が敷いてあっご飯の上とか間じゃなくてうで、ご飯があって。で、おかかがかかってんの。うん。で、その上に海苔があんだけど、その海苔とご飯の間に煮卵が入っちゃってて。 で、うん、その上に、ご飯見えないぐらいおかずがぎゅうぎゅうに敷き詰められてる。うん、で、もう蓋でパンパンになるぐらいの量が、この、押さえつけられてるんだけど。すごいね。うん。うまそうだね。これがまたね、あのー、一回ね、ラジオ出た時に俺がこの、段下で、はい、あの、徒歩5分でみたいな、いくらでみたいな、情報を言ったんですよ。はい。はい で、これの下りの終わりで、ジェンスさんが、これのね、あの、下段下で、いくらで、みたいな情報を、もう一回言ったのね。うん。それは、あの、一緒にいた、あの、小倉アナ。えあ、堀アナか。堀アアナが、あの、全然聞いてないからその話そんなことない。の、全く下りが終わった時に、あの、この弁当は、あの、下段下でせ円でって言い出して、ゃもう、改めて、情報として。も聞いてなかったよ、うとしたんじゃない 本当に、この情報、<laughs> お金もらってるぐらい言っててさ。<laughs> <laughs> 一のやから、うん、<laughs> 教えたかったんだろ、どうしても。そうそうそうで、まあまあ、高いは高いもんね。一応1080円すんだけど。売弁で1000円超えたら、そりゃ高いよね。いや、この満足度はすごい。めちゃくちゃうまい、これは。俺本当に、弁当のおかずなんか、2個でいいの。うん あの、もう主菜と副菜だけでいいの。もう本当に漬物とかそういうのいらないんだけど、これはもうきんぴらとか、この、なんていうの、漬物みたい。野沢のなんか漬物みたいのね。これも全部うまいね。俺でも食ったことあるんだ、多分本当に。本当かうん。去年の7月にできたとこだと思う。そう、そう言われる、多分ないんだよね、多分ね。そう言われるじゃいほら、本当にそこだけお店。あ まもっと前からないかなね多分。ないんだよ。一の屋さん、聞いてたらちょっと。僕食べたことありますよね一さん。えだろ。多分ちょっと、聞いてたら連絡いただきたい。まあこの一の屋ね、この辺は、えっと、九段下から徒歩5分。いや、これ、堀井さんへの嫌がらせついてないね。 ほらほら、回れよたー回れってほら回れよたーハライチのハライチのターンハライチの岩井祐希です。サービーです。この時間 TBS ラジオから全国15曲ネットでハライチのターンをお送りしています。今ね、CM 中に、はい、あの、作家のモチビルハゲタロウさんが、ね、考えられない。ノリ、うん、り弁で言ったら、うん、あの、大丸の、うん、あの、乗り弁も、あの、<う>めちゃくちゃ高くて、くいいあの、うまいらしいですよ。うん 高いことがいいっていうことじゃないの。まずね。うん、まず。それで、ちょっと怒られてね。うん。で、検索してみたら、この海り弁の上に、いくらやらウニやらが乗ってる、写真が出てきてね。いや、そういうことじゃないからそれはそれで別にいいけど、そういう、そう。豪華に行く時があってもいいけど、そう。いうことじゃないです豪華なやつがうまいってことで言ってるわけじゃないそう。うん。そしたら、いや、違います。俺が言ってたのは、こっちの、こう、これです。 ちょっと怒っちゃう、ね。ちょっとちょっとゲーム中に亀裂が入りましたけど、ね。チェアンドガバーナあの香水のせいだよレッツゴーでしたね。<laughs> <laughs>